はい、それでは時間ですので始めたいと思います。本日はですね、オバマ米大統領が広島を訪問するという発表がありまして、でこの問題についてですね、非常に長く言うなら、提唱されてですね、実に最初は2005年ですか、アメリカ大統領が広島を訪問し、あるいは被爆地を訪問し、そして日本の首相が真珠湾を訪問しですね、互いに相互喧嘩外交を、喧嘩とお花を捧げるんですけども、その外交をすべきだと、そういうことで日米の歴史和解を行うべきだということを2005年に、ワシントンポストや中央公論で、提案されて、そして、2009年にはですね、この、小学館新書からオバマ大統領が広島に喧嘩する日という、まさに今日というかもうすぐ、実現する事態をですね、タイトルにされた本をお出しになられていらっしゃいます、松尾文雄さんをお招きしてですね、これらの経緯とかですね、オバマ大統領に広島で、どういったことをしてほしいかというその期待、あるいは日米の歴史和解などについて、お話をしていただきたいと思います。松尾さんは共同通信のワシントン支局長等をやられてですね、このジャーナリズムの世界では大変、いろんな業績を残していらっしゃる方ですけど、唯一一つご紹介しておきますと、ワシントンにいられて、その頃のニクソン政権の外交を取材されてですね、それで、米中歴史的な和解というのを、その実際、そういう事態が起こる直前に、日本で発表されて、当時は反論も随分されたというふうに伺っているんですけども、見事にその通り的中したというようなこともあります。それでは松尾さんお願いいたします。どうもそれじゃあ松尾でございます。たまたまというか、この今ご紹介いただいた本がズバリの題でございまして、そういうことで、最近こういう場に声がかかるのが多くて、外人草クラブからも月曜日やってくれと言われて、今当惑してるんですけど、やはり私も考えを持ってこの時期を迎えておりまして、実は娘がついてきてくれるということもありまして、26日と27日広島に行ってまいります。どの程度オバマ大統領に近づくかわからないんで、パスがないわけで、ここの日本記者クラブから出てるパスと、それから外人記者クラブのパスと、2つしかないんで、まだすべて、まだ現場のアレンジメントがわからないようですけど、その雰囲気を見ていきたいと思っております。ですから今日は考えを込めて喋るわけでありますけど、冒頭ですね、ちょっと一言を皆さんにご挨拶しておきたいのは、私は単なるこの本を書いただけで、いろんな方が今回のこの大統領が広島に来るという歴史的な瞬間にはですね、参画されてまして、私の知る限りでもいろんな方が参画しております。その中で特に私はちょっと追悼の意味を込めて申し上げたいのは、朝日新聞の若宮さんですね。これが亡くなられたんです。本当に一月前ですか、北京でソウルから行かれて、国際会議に出る直前に亡くなられて、本当に戦死だと思いますけど、私は政治部じゃないので彼とは仲いい付き合いじゃないんですけど、この問題を取り上げてから彼とは非常に理解してもらって、それで彼のおかげでですね、河野議長をつないでいただいて、河野さんの衆議院議長の在任時代に私も彼と一緒に行きました。で、河野さんその結果これは歴史的なことでありますけど、その今回の、このアメリカ側の最初のなんていうか、その高官ですね、ありまして、ペロシっていう下院議長が広島で喧嘩するという出来事をですね、演出されたわけです。2008年9月2日にペロシ下院議長が喧嘩しております。これやっぱり河野さんが衆議院議長としてですね、サミット7カ国の
議長会議をやろうと、それを広島でなさって、もうそれは明らかにヘルソークじゃないや、このペロシ下院議長を引っ張り出すという目的があって、それをまあ見事に実現されてですね、そしてまあその返礼として同じ年の暮れに河野議長は最後の公務として真珠湾に行かれて、まあ、未だに真珠湾で記録されている真珠湾のアリゾナ記念館ですねに記録されている日本の政治家の最高位の方であります。まあ、そういう河野さんとの仲をつないでくれたのが若宮君でありまして、まあ、彼がもし元気であればですね、今回の問題でも間違いなく発言していると思いますので、ちょっと改めて私は彼の追悼を今の言葉をですね、最初に申し上げさせていただきます。でまあ、この他に、まあ、その私のみならずいろいろやってくれた人というか、この大統領の決断に至るまでに協力した人の名前を私の知っている限り申し上げますと、アメリカからではですね、やはりシェーファー大使というのをご存知でしょうか。ブッシュさんの、まあ、学友というか友人であり、プロ野球のなんかオーナーであり、まあ、なんかどっかの今アメリカ人のシェーファーさんと、弟は有名なシェーファーって CBS のキャスターでありますけど、まあ、彼がその私の当時組んでおりましたダウ・ジョーンズの副社長の社長でありましたカレン・ハウスさんという、まあ、ピューリッツァー賞を取った優秀な女性記者ですけど、まあ、彼の紹介もありましてですね、このウォール・ストリート・ジャーナルに今日、まあ、後で一度ご説明しますけど持ってきまして、まあ、彼がだいぶやってくれたと思います。しかし、まあ、彼は残念ながら最後の時に、まあ、次の大統領にちょっと、まあ、私のデッキにはできなかったということで変えられてまして、でルース大使ともその後は接触いたしました。でルース大使のおかげでですね、今回の道が開けたと言えると思います。で彼がベーカー大使というのがもともと80年代におりまして、これが広島に喧嘩したという意味では最初のアメリカ大使ですけど、これは単独の行動で1月かなんかに行ってるんですね。8月6日の式典に正式に参加したのはこのルース大使でありまして、ルース大使という人はまあ非常に僕は結果としていい大使だったと思います。で彼はまあその私の話も聞いてくれまして、本当にそういう方々のですね、今回も毎日新聞のこの今までお配りした一番新しい12日の、偶然ですけど私と一緒に並んで紙面飾っていますので読んでいただくと非常にまともなことを言ってくれて、まあ、私が真珠湾に安倍さんが返せって真珠湾訪問で返せって彼はまあ同じように、そのものは日本が決める問題だと、私が首相の判断の問題だと、非常にその辺が面白いという方がコメントする友人が多かったですけど、まあ、非常になかなか立派な大使であったと、まあ、そういう具合に、まあ、いろんな方の努力の上で今日今大統領が広島に行くということができたわけで、まあ、特に若宮君のことについては追悼の言葉を最初にお知らせいただきます。であとはこのお配りした、この古紙という、まあ、私のこの9つの黒丸に収まるかどうか分からないんですけど、黒丸に従ってお話しさせていただきますけど、その前にちょっとこれ実はこれ小学館が増刷したんですけども、あっという間になんか売り切れたって今ないので、今日はお配りしようと思ってたんですけど、まあ、こういう本が出ておりますので、これをちょっと皆さん配っていただいて、そうすると皆さん適当に前からどうぞ適当に回していただいて見ていただければと思います。それではあと、1時間ですか、で質疑応答、いやまあ最後に質疑応答は大いに皆さんさせていただ受けさせていただきますけど、まあ、最初はやはり私の場合はまあ、このさっき彼が教会がありましたドレスデンの和解というのをですね、まあ、たまたまワシントンで目撃したというかテレビで見たことから始まったわけです。でこれは本当にショックを受けました。それはまあどういう意味でショックを受けたかというと、まあ一言で言うと日本とドイツではこういうことをやってないという、まあ、ドイツがこういうことをやってるのに日本はやってないということがまあ結論ですけども、その過程を少し詳しく説明させたのが第一ドレスデンの和解に学ぶということであります。まあ、どういうことを言ったかというと、このヘルツォークって大統領はですね、日本ではワイゼッカーの有名な初代の統一ドイツの大統領であるワイゼッカー氏が有名でありまして、歴史に学ばなきゃいけないという有名な演説で、
次第と言いますけど、その非常にその陰に隠れて地味なんですけど、第2代の、まあ、ドイツの統一ドイツ の、 あの大統領であります。で彼がまあそのヘルツォークという、これあの、西ドイツの連邦憲法裁判所の長官を得て2代目の大統領に、統一ドイツの大統領になりました人ですけど、34年生まれです。私と一つ違いですね、まあ、同世代であります。その彼がこのドレスデンという戦、これ、まあ、ドレスデンの和解って言ってもこれほとんど日本で知られてませんで、私ぐらいしか言ってないんですけど、当時のベルリンの特派員、まあ、あのドイツの特派員も報道しておりません。だいぶ探したんでもないんですけど、外務省をどの程度掌握してたか、それも明らかじゃないんですけど、私はたまたまワシントンでそのテレビ中継をですね見まして、まあ、それから全てが始まったというのが正直なところであります。でそれがどういう演説をしたかって、これはまあその当時私そっとあの短いテレビのあれでしたから、その後全部取り寄せまして、全文を取り寄せた結果 の、 あの結論でありますけど、非常に強直な演説をやりまして、その死者の創殺はできないと、まあ、そのこの詳しくこの本の、プロローグに書いておりますので、まあ、読んでいただきたいと思いますけど、それでまずお互いにその、まあ、その文明の起源まで遡るですね、死者を悼む精神で一致して敵も味方も一緒になって平和と信頼に基づく共生の道を歩もうと、まあ、そういう、まあ、非常に格調高い演説を行いました。まあ、ワイゼッカーの路線であることは間違いないんですけど、それよりか私が一番驚いたのは、その演説の内容もともかくならな、ともかくのしてまし、しましてですね、まあ、アメリカ側の川ぶれの中にですね、まあ、イギリスとアメリカの首脳が呼ばれたんですけど、イギリスの女王の名代としてケント公、あのウィンドブルドンでよく出てくるケント公ですね、あの人がまだ元気じゃないかと思いますけど来てまして、それにアメリカからは当時の統合参謀本部議長ジョン・サスカリビキ、イギリスから同じく軍トップのピーター・エンジン陸軍元帥と、まあ、それが来てまして、まあ、何も喋りませんでしたけど敬礼してですね、その追悼の礼をしたと、まあ、それを私今見ましてですね、これを日本でなぜやれないのかというところから全てが始まったわけであります。まあ、その辺はまあこの一言で言いますと、まあ、ここで私も使っておりまして、これ朝日新聞もこの間インタビューを受けましたときに、利根立さんが書いてくれたんですけど、お線香、日本流に言うとですね、戦争で亡くなった人たちのためにお互いにお線香をあげると、そう祈るという儀式をやってないということに私は気がつきまして、それでまあ今日にまで至っているわけですけど、それをまあ私としては今回まあそのオバマさんが広島にまあ喧嘩することで初めてアメリカの首脳としてですね、まあ、お線香をあげてくれると、まあ、そういうことを考えているわけであります。まあ、それが当時の私の心境でありまして、それに至るまあ背景としましては、私のそこにまあ相互喧嘩にこだわる戦争体験というところに行きますけど、私自身が相当、まあ、私の世代としては今日お出になっている方で私よりか年長者いらっしゃるかどうか、まあ、いらっしゃるんじゃないかと思いますけど、分かんないけども、私が最年長かもしれないですけど、まあ、戦争経験という意味でですね、まあ、相当激しい経験をしております。まあ、それをまあ申し上げて、まあ、今日の話に、あ、そうですか、もうちょっと、はいはい、させていただきますと、まあ、最初は、まあ、話は古くなりますけど、昭和17年ですね、4月18日に、まあ、最初にアメリカの爆撃と遭遇いたしました。これはどういうことかと言いますと、皆さんこれはご存知かと思いますけど、あまり日本でまだまだ知られてませんけど、ドゥーリットル東京初空襲となりまして、また勝った勝ったと言っている最中ですね、昭和16年の12月8日に戦争始まりまして、ご存じのように真珠湾の大戦果というのが伝わって、それからまあちょうど4月18日とマッカーサーがフィリピンから逃げ出す頃じゃないかと思います。シンガポールがその前に落ちておりまして、まあ、日本の連戦連勝で、まあ、私は当時富山小学校という今新宿と未だに同じところにありますけど、新宿と高田馬場の中間点にあります小学校に通って、まあ、その3年生になったばかりですね、2年生で戦争が始まりまして3年生、
でそれがまあ最初にアメリカの爆撃機 B25 ですけど、これがまあドゥーリットル爆撃隊というのが組織されまして、まあ、一種の決死隊だったんですね。これはどういうことかといいますと、まあ、ルーズベルトはですね、まあ、日本の真珠湾攻撃の後、とにかく何でもいいから日本に爆撃しろということを命じるわけです。で、まあ、ロシアにだいぶ接近、当時のソ連に接近してですね、シベリアから爆撃機を飛ばしてくれということを圧力をかけた。まあ、つまりドイツとは戦う、まあ、体制になりましたわけですから、ロシア。ところがロシアもさすがに日本とは中立条約があるから無理だということで、シベリアからの発進は諦めて、その結果、まあ、どうしたらいいかということを考えているうちにですね、そのアダムスという海軍大佐がおりまして、これがある日フロリダを飛んでいて、ふっと下を見たらば、国防艦のなんか新しい進水式に出た帰りらしいんですけど、陸上の小さな飛行場が目に、それでその思いついたアイデアとして、当時の陸上の航続距離の長い戦闘、爆撃機ですね、まあ、当時まだ B25 とか29とか、我々を最後に、私を最後に、まあ、爆撃させて死にかけた爆弾をしました。まだその爆撃はできていませんで、当時の一番長く飛ぶ、最長の飛行距離を持った B25 という双発の爆撃でありました。それをその航空母艦から飛ばせてですね、しかも中国に渡すと、蒋介石に渡すという、まあ、壮大な計画を立てたわけです。それがまあ大統領が即断して OK で、まあ、つまり陸軍の長距離爆撃機をですね、海軍の航空母艦から飛ばすという、まあ、作戦が組まれたわけです。それがまあ日本は全くその、まあ、真珠湾攻撃の問題にもそこで遡りますと、まあ、真珠湾攻撃とは何であったかって今に考えると、私などはやっぱりこれはまあ半藤さんがいろいろ、半藤和俊さんって私の大先輩っていうか尊敬してます3年先輩の方が昭和史などに書いておられまして、まあ、真珠湾攻撃についてもいろいろ書いておられますけど、そこでも書いておられますけども、やはり失敗であったっていう面があるんですね。当時戦艦というのはいっぱい撃沈したけど、航空母艦を2隻撃ち残したわけです、真珠湾攻撃というのは。それでまあその南雲さんという、まあ、その司令官のメンタリティもありまして、まあ、海軍の序列で、まあその全て昔の海軍というのはその卒業の時の点数で全てが決まるんで、その向いてる作戦に向いてるか向いてないかとは関係なく人事が行われた結果、非常に、まあ、真面目な方で、まあ、慎重な方 でそれでまあ一撃二撃とやりまして、第三撃でですね、航空母艦がいるはずだけどいなかったと。で近くにいるはずだから航空母艦をやりたいと言って、まあ源田さんなどもそういうことを記録に残っておりますけど、まあ、だいぶ突き上げるんですけど、最後は司令長官の命令でもこれで十分だということで、まあ、撤収すると。で、まあ、日本では大変に戦艦をいっぱいやって、まあ、勝った方と大勝利でありますけど、実際はですね、まあ、その後の第二次世界大戦太平洋戦争ではご存じのように戦艦というのは、まあ、無用の長物であったわけですね、まあ、戦艦大和の宿命を見れば皆さんご存じだと思います。まあ、そういう具合で、まあその最初の真珠湾からまあ私はすれ違いがあったと思いますけど、まあ、その一つが生き残った航空母艦がですね、2隻が陸上の爆撃機を積んできたのが4月18日に東京初空襲ドゥーリットル爆撃隊という、これは東京だけじゃなくて横浜、それから名古屋、それから神戸、大阪とかなり広範囲にやりまして、89人犠牲者が出ております。で日本軍は9機撃墜って発表いたしましたけど、これは全くの嘘で1機も撃墜しておりません。ですから、まあ、日本の大本営の発表がインチキだって、まあ、その、まあ、その辺がその虚偽の発表の最初のケースじゃないかと私は思っておりますけど、まあ、その辺をこの、隊長機ですね、ドゥーリットル隊長機がそのなぜかその早稲田に最初に爆弾を落としまして、そして私 その富山小学校でちょうど土曜日の半ドンでございまして、12時に2階の校舎が降りてきた目の前をもう超低空で飛んで、それを目撃いたしまして、まあ、その向かって左から右に飛んでいったわけです。つまり高田馬場から新宿に行きまして、でその飛行機は新宿で中央線上に立川まで上陸飛んで、立川から海に向かって、それでまあ中国を本土を目指すと。
そういう作戦だったんですけど、まあ、その私がその際どい早稲田に爆弾を落とした後、新宿に向かう新大久保 の目の前で、それで目の前でありましたね、本当に超低空でありました。後でいろいろそのパイロットの伝記などを読んでいますと、初めて爆弾を落とした後朝廷区で逃げたというのでありまして、まさしくそれでその隊長機であることは、まあ、その後の記録で分かっております。それでまあその余談でありますけど、その、右側に座っておりました副操縦士、鼻の高い、まあ、当時、まあね、まあ、私の実は最初に見たアメリカ人とはこのコール注意という男でありまして、それをまあ私のちょっとこの銃を持つ民衆を最初に書きまして、私の最初にアメリカ人に会ったのはそのドゥーリットル爆撃隊の副操縦士のコール中止であるよと書きましたら、これはまあ余談でありますけどお話しとくと、死んだあの富士ゼロックスの小林洋太郎さんですね、私と同世代 同年であります、まあ、いろいろとお世話になりましたけど、彼が実は松尾さん生きてますよと、コール中止は生きてると、でまああのテキサスで元気だから会うなら会いますかと言って、まあ、それから話がありまして、私も再会しまして、それはまあテレビ朝日の戦後60周年の記念番組になりまして、ここにあのビデオなどもありますから、ご関心のある方はあの見ていただきたいと思います。それからまあ中国公論じゃないや、文藝春秋にその辺のいきさつは全部書いておりますんですが、まあ、そういう、まあ、一つの強烈な出会いを第1回であります。それでまあこの時は見上げただけ でアメリカの戦闘飛行機か何かよく分からなかったんですね。でまあ高射砲が私の記憶ではかなり後から撃ちまして、まあ、本当に日本は虚に疲れたことでありました。でまああえてその辺の解説をしてしまいますと、その結果ですね、まあ、天皇陛下に対して謹慎を悩ませたと。でまあ東條さんは当時またその関東平野を視察中でありまして、まあ、その水戸に着陸してその爆撃をしてるんですけど、まあ、超低空でまあ来たっていうのもまたそのアメリカ側の作戦であります。つまり当時日本軍は航空母艦が近づいてることは知ってたんですけど、艦載機が来ると思ったんで高いところに戦闘機を配置して、また1日遅い、まあ、半日ぐらい遅い次元で考えてたと、まあ、そこをまああのまあ、今日疲れまして完全にそのコール注意は副操縦士の役割は日本の戦闘機を見つけることだったけども一機も合わなかったと、まあ、私に語ってくれまして、まあ、その結果日本は、まあ、そのまあまあなんていうか東條さん、それから山本元帥を含めて罰が悪い思いをするわけですね。勝った勝ったという形に途中として爆撃する。それで急遽組み立てたのがミッドウェーでありまして、ご存じミッドウェーで、まあ、日本は航空母艦を4つも失って、まあ、戦争は事実上負けると、まあ、それから3年も後からよく戦ったものだと思いますけど、その最初の日本との、まあ、その敗戦のきっかけになるドゥーリットル爆撃隊を私は見上げました。これはまあ本当に貴重な経験だったと思っています。で2番目の経験がこれまたあの四国の善通寺であります。でこれはまあ四国の方がおられるかどうか分かりませんけど、善通寺の師団がありまして、私の父親は軍人だったものですからそれについて来いということで、昭和19年の暮れから20年の3月いっぱい5年生の3学期でございます。当時まだ神戸大阪は行くときはまだ、まあ、焼けておりませんでしたけど、まあ、20年の3月いよいよもう本土決戦になって、父親はその高知県の方に出撃するというか、まあ本土防衛のために行くと。で子供たちは帰れと、家族は帰れと、私と弟とおふくろと3人でございますけど、まあその当時もう高松からもう連絡線は動かなくなっておりまして、まあ弟が病気したりして大変苦労したんですけど、まあ命からがら本土の岡山県の宇野っていうところに上京しまして、そうするともう神戸大阪は全く焼け跡でございます。まあ、それで苦労して福井に戻って、まあ、そのまた空襲に遭うんですけど、その善通寺にいる時はですね、勤労動員の日々でありました。5年生でほとんど授業を受けた記録はないんですけど、まあ、あの先生の名前は覚えておりますけど、その勤労動員の過程で機動照射を受けました。これはグラマンの戦闘機という艦載機が来まして、まあ、これは当時私たち何をやってたかというと、その昇魂湯っていう中学生の人たちが
まあ、油を松の根っこから作るという、まあ、原始的な日本の、まあ、その石油、今でいうそのエネルギーの確保をやってたわけですけど、その人たちが取った材、まあ、その根っこをですね、松の根っこから油を絞って、それをまた廃材になったのを運ぶで、第8車に乗せてこれを移動している最中にですね、私がちょっと転んだら、ちょうど第8車の下をこうくぐり抜けた、奇跡的に助かったって、まあ、悪運強いんですけど、まあ、その同じその、車列っていうか、我々が第8車を押しているあれに対して、まあ、命中いたしませんでしたけど、まあ、半ば荒け笑うような感じもあったんですかね、あの傷傷者を受けました。まあ、それが第二の戦争体験であります。第三がまあ福井に落ち着きまして、4月に帰ってきて、で7月19日にまあ爆撃を受けまして、これはいろいろ書いておりますので長い話を短くいたしますと、まあ、相当激しい、まあ、九死に一生を得た経験もいたしました。当時アメリカは36発の焼夷弾をですね、今でいうクラスターボンブですね、収束爆弾の始まりで、あの大きなカゴ爆弾にして、で航空機から落として、それが200メートルで開くと、そういう、まあ、設計 の、 あの爆撃をやっておりまして、それがもし予定通り開いたら、今日、まあ、こんな話はするようなことはないと思います。それでも私たち、まあ、母親の、私が長男でありましたから、まあ、男では一番上の鉄馬と一族で12人ばかり、まあ、田んぼの方に逃げまして、もう行くところなくて、その芋畑で、田んぼの端っこの芋畑で伏せていたんで、まあ、ただ運に点を任せたわけですけど、まあ、落としてきた大きな音がしたと思ったら、巨大な泥しぶきが上がって、まあ、今日あるわけです。それはどういうことかというと、まあ、その落としたアメリカの収束爆弾、親爆弾ですね、これがまあ欠陥精神だったわけで、予定通りあの開かなかったわけです。それでまあ命を流れたと、まあ、そういう経験がありまして、まあ、3つの戦争体験であります。それでまあ私はその私はまあその福井県のさらに山奥の岐阜県の県境にある大野という山奥の曹洞宗のお寺に避難して、で私だけまあこのまあうちの袋などもすごい軍国の母だったと思いますけど、なおかつ当時6年生になっておりましたから、次の年幼年学校を受けるためには中学に行かなきゃいけないと、それでその山のお寺に山小屋があの文教場があったんですけど、そこじゃダメだから、私だけその山寺に下宿いたしましてですね、まあそれまあそれで土曜日ごとにまあお寺まで12キロの山道を歩いて、まあ当時またまともな橋などなかったですけど、まあ、それで少し私も柔弱な青年だったんで、軍人の息子にしてはまあ心配させたんですけど、なんか体が元気今日まで生き長らえてるのは当時山道を歩いたからじゃないかと、それから共同通信で入社試験で道っていう題がなぜか出まして、感傷的な題が、それを選んでその山道の話を書いたら今日、まあ、共同通信入社して今日まで、まあ、そういう、まあ、因果話をしたら気にはないんですけど、まあ、そのやはりその福井でのその大野で戦争が負けたということを聞きましたときに、最初に揺り切ったのは本当の話ですけど、集団自決をね、どうしたらいいかと、まあ親父とじゃない、親父はまあその四国におりますから、まあ僕と私が長男ですから、まあ一族どういうふうにして集団自決、これ一瞬本当に頭をよぎりました。それでまあどうしたらいいかってことを考えているうちに、まあ父親からハガキが来まして、まあ、お見心に従って景気を盲導しちゃいけないとそれで、まあ、空襲を生き延びた自信を持って中学に受験に頑張れというようなハガキが来まして、それでまあ全て、まあ、忘れたんですけど、まあ、それで、まあ、そういう経験からですね、私の個人的な思いから今日までしつこくこの相互献花、お線香をあげる儀式をやってないというドイツの例をですね、日本もやらなきゃいけないということをまあ主張して今日に至っていると、まあ、そういうことであります。まあ、この戦争体験の話は下手したらまあ気がありませんけど、まあ、以上であります。でその結果ですね、私としてはここで申し上げたいのは2番目のところで入りますけども、まあ、ドイツからそのこの本を書くことを思いつきまして、その前段として私はそのここであります、ぜひこれ読んでいただきたいんですけど、あのアメリカのウォールスジャーナルとそれから日本の中央公論にあの同時で、ちょうど2005年の8月16日にウォールスジャーナルが出してくれまして、まあ、これはまあ未だにこう
上から下までこの論説史観の持つページでありまして、これ私とっては大変名誉に思っておりますけど、当時ダウジョーンズと私がそのジョイントベンチャーで共同通信とビジネスをやってたということが半分ぐらい影響したと思いますけど、まあ、向こうの幹部がですね、まあ、後にそのビジネスは見事に、まあ、のブルームバーグとか新興の勢力に負けまして、今やダウジョーンズもマドックの所有になって、まあ、今その人たちは今ハーバードの先生かなんかしてしておりますけど、まあ、ピリッツァー賞受賞の夫婦がピーター・カーンというのとカレン・ハウス両方ともおしどり夫婦ですけど、みんなピリッツァー受賞の優秀な記者たちが経営者でありまして、その人たちが私を非常に今愛してくれて、まあ、共同通信もだいぶ儲けたことも事実でありますけど、まあ、その過程でできた産物であります。で英語全部、私も最初は英語で書きましたけど、だいぶそのダウジョーンズの東京支局長をやったアーバン・レーナース君という記者がですね、当時副社長でありましたけど一生懸命直してくれまして、まあ、今日これがまあぐるぐる回ってですね、まあ、これがアメリカのデータベースに載っておりまして、いまだにこれを引用する人もいまして、まあ、これが載りました時に、まあ、私としては、まあ、2つの経験をいたしました。一つはアメリカの中で表を上げて賛成する人がいる。それは非常に印象的なのはラリー・スピークスって名前を覚えておられると思いますけど、まあ、レーガン大統領の第一期の大統領じゃない報道官ですね、まあ、正式にはブラディさんという人が報道官で最後まで報道官のタイトルを持ちましたけど、ご存知レーガンの暗殺未遂の時に、まあ、犠牲になって、まあ、いじめは取り留めましたけど、まあまあ、つまり正常な活動ができなくなって、で、まあ、副報道官のスピークスがそのまま大統領と報道官としてまあ機能すると、その彼からですね、どうして調べたのか分からないけど自宅に電話がありまして、コングラチュレーションと、私はその 100% 君の提案を支持すると言ってくれまして、まあ大変嬉しかったことを思います。同時にこのウォースジャーナルもなかなか去るものでありまして、2週間後に読者の声を紹介いたしましてですね、でまあ、その中ではやっぱりかなり激しいバターンの死の行軍のことが書いてありまして、まあ、そういう日本人を、まあ、まだ十分に反省してないのに許すなんてとんでもないと、まあ、そういう反対意見がオピニオンページのこのエディターが編集したんでもあると思いますけど、あとはもう一人また同じように、まあ、ちょっとスピークさんほど手放しはないけど基本的にはいいことだということで、アメリカの世論の、まあ、今回、まあ、オバマさんがだいぶ来るまでに慎重な態度を取った一つの、まあ、流れがね、当時から私も肌で経験いたしました。まあ、そういうことからですね、この、まあ、私としては、まあ、このそれまたせっかくに申し上げますと、このウォールストリートジャーナルに書いたのと同じ時期に中国訪問でオバマ大統領にじゃないブッシュ大統領に広島に来てもらおうということを私も提案いたしまして、それ、まあ、それがぐるぐる回って、まあ、今日に至っているわけですけど、まあ、そこで今この本に移りまして、まあ、そこでまあ本を書くという話になりまして、そこでやはり私はどうしてもドレスデンの行ってみたくなりまして、それでまあ機会を探しておりましたら、ちょうどオバマ大統領が当選した直後にですね、ザルツブルグローバルセミナーっていう、まあ、ドイツの有名なモーツァルトの生まれた町でセミナーがありまして、これ未だに続いておりますけど、そこに呼ばれまして、まあ、そのアメリカ大統領の話をしろということで、まあ、そこで念願がかなってザルツブルグに行ってきたと、ドレスデンに行ってきたということであります。でその間ドイツの各地を取材いたしまして、その辺を全部端折りますと、やはりそこで私が気がつきましたのはですね、まあ、日本がいかに戦争にけじめをつけてないかと、ドイツとの対比ということで私は強くそれを経験いたしました。これについてはまあお話ししたらキリがないんでありますけど、まあ、その日本とドイツはね、もともと違うと、でヒトラーと、まあ、本の天皇制も違うし、まあ、確かに違うといえば違うんでありますけど、私の立場はその同じ軍国主義でもドイツのナチと、まあ、日本のああいう虐殺はなかったわけであります。ナチのユダヤ人の虐殺などはなかったし、まあ、違うは違うけども、やはり戦争をしたという点ではね、同じ立場で、それが見事にその戦争を今克服していると、今のドイツをご覧になれば分かりますけど、まあ、ましてや東西ドイツまで統一を果たしたドイツがですね、メルケル首相の下で今ゆえ欧州では揺るぎない主導権を得ていると、その背景にあるのはやはり戦争へのけじめをですね、もう 100%
果たしているということを私は感じたわけで、それを書いたわけであります。でそれを少しこうご説明させていただいて、まあ、最後にパンドラの箱って、パンドラが今日来たかどうか、日経の風見鳥っていう有名なコラムニスト の大石さんっていう方がパンドラの箱って見出しに使っておられたのでちょっと解釈したんですけど、私の非常に尊敬する仲間ですけど、まあ、その献花が開けたパンドラの箱という3番目の話まで含めてお話しさせていただくと、やはりその日本がこのけじめをつけてない責任をですね、一気にこのオバマの喧嘩によってこう晒されるような状況が生まれていると、それが一番のこれからの問題ではないかということを申し上げたいと思います。それでまだ時間も大丈夫ですので、もうちょっとやりますと、2番目のそのけじめの欠如を知るとドイツの旅、これは本当に旅しまして、まあ、ここで、まあ、あまり詳しくお話するわけじゃないかないので、まあ、ぜひ本を読んでいただきたいんですけど、一番面白いのはゲルニカというところですね。ピカソの絵で有名です。でピカソは行ったことないんですね。ただゲルニカという当時のスペイン内戦時代の爆撃のニュースを、まあ、つまりピカソはパリで知りまして、一夜にして描き上げたのがゲルニカという、今スペイン のマドリッドにあります有名な絵であります。その絵でまあ有名になって、実際にゲルニカっていうところに行ってまいりましたけども、まあ本当に例の黒いベレー帽みたいので有名な、まあ、かなりスペイン王室などは認めない独自色の強い、まあ、その独特の地方自治の非常に、まあ、昔の王国でありますね。フランシスコ・ジャベールなんかは大きく言えばその、まあ、近くから出ておりますけど、そういう、まあ、ゲルニカの町にですね、これに対してもそのスペイン内戦時代のドイツの空軍がゲーリングがドイツ空軍の腕試し、まあ、一種の予行演習みたいにして、まあ、その爆撃をしたわけです。そのゲルニカに対してですね、驚きましたのは300万マルクドイツが保証金を払い、ヘルツォークの名前でちゃんと額が飾ってありましたけど、謝罪の手紙を出しております。つまりドイツの立場に立つと、正式の戦争でない、まだないの、スペイン内戦の段階ですね、そのドイツの爆撃に対してまで、まあ、ドイツはきちんとお金を払って大統領の名前で謝罪していると。それでまあ詳細なちゃんと爆撃記念館がありまして、なかなかぜひ行かれると、サンセベスチャンって海岸に近いですから、まあ、いいとこですけど、私も3泊いたしましたけど、いろいろ取材してその辺まで全部ここへ書きましたけども、まあゲルニカのその中で一番通説なメッセージはですね、ゲルニカの戦争博物館って、まあ、きれいな床までこう使いまして、床の中にこうかその当時の破壊の石などが使って出てて、それで、まあ、空襲警報の鳴って爆撃の音なんか擬音が全部こう部屋中にこう、まあ、なんていうか再現される、なかなか小さいですけど凝った戦争博物館ですけど、その館長が言いましたのがですね、東京に招かれて行ったと、東京行ったけど東京にはその爆撃追悼の専門の博物館がないですねって言われまして、ああと思って、それで私帰って早速調べましたら本当にないんです。3月10日の空襲で、今さんこの間もなんか70周年のあれがありましたけど、去年あれはつまり関東大震災の慰霊塔のに曲がりしてるんですね。それなぜかっていうと、やっぱ東京都の青島知事の時にオリジナルな原爆じゃないや、その爆撃記念館を作ろうとしたけども、まあ、与党との間のなんかその、まあ、政治的対立があり、未だに何もできておりません。ですからあそこぜひ震災博物館って震災のあそこのなんて言いますかね、なんとか記念館というお寺になってるんでしょうか、お寺のような立派な建物がありまして、明らかにその曲がりをする感じで日本の東京大空襲の犠牲者は祀られていると、まあ、これはちょっと本当に行かれれば分かりますけど、それが
スペインのですね、ゲルニカで指摘されたということも、私のこういう、まあ、けじめの欠如を知ったということの一つの例であります。それから、まあ、あとこれ3つか4つ、この辺ちょっと書きましたけど、進駐軍というまやかし、これ皆さんお分かりですか。これ実はこの先ほどぐるっと回していただいている英訳のことの過程で、私それまで知らなかったんですけど、進駐軍って英語ないんですね。オキュペーションフォーセスなんです。で、まあそれをまあ日本は進駐軍とやって、松本茂春さんって私の恩師でありますけど、国際文化会館の理事長、今日はご子息のあのケンちゃんも来てますけど、まあ、本当に僕はあの先生にお世話になったんですけど、まあ、先生に学者に負けずに勉強しろって言われて、まあ、学者に負けるほどまだ勉強するほどしてませんけど、まあ、その先生がつまり戦後民報という雑誌を、新聞社を作られて、で民報の主幹として論説を張っておられた時にですね、まあ進駐軍という言葉はやめようということを論説で書かれたわけです。つまり日本は戦争に負けて占領されてるんだってとこからそのスタートしないと本物の戦後の日本の再建はできないという主張で、まあ、正論ですね。ところがなぜかそれを、まあ、これは誰がストップしたかっていうと、マッカーサー司令部そのものなんですね。マッカーサー司令部はそれによって検閲して拒否で乗らないんです。で、まあ、斉藤松本先生 の、 その原文を探して、私今だいぶワシントンのあそこのアーカイブも探しましたけど、なんか非常に水害でちょっとあの向こうの資料が破損した時にどうもそこに入ってたらしいということで見つかりませんでしたけど、まあ、松本先生自らが回顧録にはっきり書いておられるんで間違いないことであります。つまり進駐軍という英語はないんです。これまあドイツなんかでも聞きましたら占領軍、アメリカの軍隊は占領軍、まあ、日本的ですね、進駐軍という、まあ、占領される。で、私も調べましたら、あの朝日新聞かなんかが8月10何日かちょっと正確な日にちは書いてありますけど、つまり占領軍がいつ進駐するかっていうふうにして始まって、こうそれがやがて進駐軍になっちゃって、まあ、それで今やもう日本の新聞も占領軍って書く人がいる人もかもしれませんけど、まあ、進駐軍って当たり前の言葉として通用していますけど、これ英語になると英訳者が実は進駐軍って英語はなくてって言って、それでだいぶ私の友人たちもアメリカの人たちも探してくれたというか、もうなるほどかということで、まあ、今回のその英訳のツアーみたいな短いのをちょっとワシントンとなんかそれでやりましたけど、一番受けたのはその進駐軍って英語がないって話でありまして、みんなあの日本の語のできる達者なアメリカ人の人も、なるほどそういう進駐軍っていうふうに日本は占領軍のことを呼んでたかっていうのは、こう、まあ、本当にこれは話題話でありますけど、私は深刻な日本のまあこのけじめの欠如のなさのね、一つの出発点ではないかと思います。それからまあこの2番目のルメールの勲章、これは有名だと思いますけど、ご存知でしょうか。これも最初の本で私がこれを初めて書いたので、まあ、皆さんが注目されたんですけど、3月10日の大空襲のまあ司令官ですね、ルメールという、後に戦後、これはそのどういうことかといいますと、当時アメリカ空軍というのは戦争中はね、海軍、陸軍航空隊の一部だったんです。陸軍航空隊で、その陸軍の指揮下にあったわけで、空軍の人たちは独立が夢だったわけですね。で、まあ、それでめでたく第二次世界大戦が終わった後、空軍は独立して今や三軍で、まあ、嘉手納基地などは空軍の基地ですけど、まあ、そういう具合にあの非常にアメリカの、まあ、軍の内部の権力闘争も絡んでるわけですが、そこで、まあ、あのルメーっていうのはその全くその原爆投下に、原爆 の、 あの部隊、原爆はまあ秘密に作られたグローブスという原爆の投下するための部隊で、まあ、そこで B29 などが特別に使われているということはまあ知ってますけど、まあ、彼は原爆なくしてですね、日本をその空軍の力だけでやりたかった。で、マッカーサー元帥との間は反りが良くなくて、そのまあいろいろ最後は結局マッカーサーの指揮下から B29 の、私が福井で爆撃を受けました部隊などは全部外されております。それでマッカーサーって人もまあ人気がなかったわけですけど、まあ、そういう点でアメリカの軍内部の権力闘争がもろに出たのが、そのまあもろにそれを実行したのがルメーという将軍でありまして、で彼は成功した後ですね、戦後空軍の参謀総長に着任して、彼の名前が残ってますのは例のキューバ危機、ケネディがまあ
大統領の時のキューバ危機ね、ただ別に本当にあのソ連と核戦争をやらないとダメだという立場でありまして、まあ、それをまあ阻止したのはケネディ兄弟、ロバート・ケネディの存在が大きかったと思いますけど、まあ、それでソ連のロシアの当時のソ連ですね、フルシチョフとのまあ行き詰まるあの交渉が成功して、まあ、核戦争はなかったんですけど、まあ、彼はそれで、まあ、その後あの今回と同じような、まあ、その第三党運動というのができましてですね、でウォーレスという、まあ、これも皆さんご存知かどうか、人種差別で当時有名だったアラバマ州知事 の副大統領候補になりまして政治家になったんです。ですからそれになぜか日本は勲一等という最高位の勲章を与えているわけ で、これはまあだいぶ私が書きまして以来話題になりまして相当調べた方がおられます。しかしなよくわからないんですね。でそのちなみに閣議に彼への勲章授与を発議したのは小泉さんのお父さん防衛省長官だ。でまあ海上陸上あれ海えー、くくえっ、ー、と何だ空爆空爆航空自衛隊航空自衛隊の育成に功績があったからという名前でルメイに勲章を挙げているわけです。でそれで NHK がその後ルメイが死んだとかなんかあのルメイの屋敷のこう写真などを披露しましたら、まあ、積んであるわけですね。その本当にそのあがめてその大臣を勲章を決して大臣にしたわけではないんです。しかも勲章を挙げるのにですね横田基地まで出向いて当時の空軍爆動空爆庁がですね行ってまあ上げるという、まあ、非常に屈辱的なことでありました。ただ私はまあ考えますに64年のちょうど暮れの佐藤内閣の発足直後でありまして、まあ、これは私はまあ沖縄を返還させるためにね佐藤さんがまあ勲章をばらまいたのではないかと私は思いますけど、まあ、これは全く確認されておりませんけど2名の勲章というのはこれはまあ物前の種になっておりまして一番驚いたのはそのこの先ほども私が紹介したあのドゥーリットル爆撃隊の副操縦士の私と、まあ、その再会と会いましたコールチュイ、今実はコールチュイが生き残りで2人だけ80人の隊員のうち2人だけ生き残ってまして100歳なんですよ。また元気なんですね。耳は遠いけど、まあ、戦争中のアメリカの英雄って数少なくて生き残ってる英雄としては彼ぐらいなもんですから、まあ、ひっきりなしに、まあ、お嬢さんとまあ連絡が取れてますけど、まあ、その戦争の行事に使われて最後はそのドリット爆撃隊の一員であるコール注意が何か挨拶して終わるという行事があるんです。まあ、その彼に一番驚いたのはそのなぜそのあのルメイに日本が勲章をあげたかということでありました。アメリカ側から見てもまだまあ絶句したというふうに私書きましたけど本当に絶句いたしました。まあ、そういう具合にこの日本のですね、まあ、このこれはまあ考えられないことをやりました。それから同じくそこにちょっと一緒にして自ら裁かなかったつけ、これはぜひ皆さん分かっていただきたいんですけど、これはこの東京裁判、いまだに靖国問題で今日本が抱えている問題ですね。こう全ての根源はその靖国以外、つまり靖国9人のあの東条さん以下をまあ合祀したことが今の靖国問題の発端でありますが、結局その靖国に入る人たちは東京裁判で裁いた。その結果それでその日本はサンフランシスコ条約それを認めているわけで、そこで終わってるんですね。日本人の手による日本の戦争責任の追及はいまだにないわけです。これは本当にないんです。ですがそれが全てであります。私は靖国問題の根っこにあると私は思います。まあ、これはまあ靖国神社というものが独特のまあ一つのその戦争世代にとってのまあ、一つの存在であることは私も認めますけど、やはり今は、まあ日本でですね、まあ、総理大臣が行くなり、まあ、その行くたんびに中国韓国と その政治問題になると、アメリカも含めてやはりこの日本のオバマさんも靖国には行かないわけですね。本来の靖国に行ってもおかしくないわけですけど、そういう設備に靖国がなってないと、その問題はここで明らかに日本自らが裁かなかったことであります。でただ裁かなかったといってもですね、そういう努力は行われたんです。これでまあ皆さんご存知かどうか、この
保坂さんが、あの保坂さんという私の親しいあの歴史家ですけど、彼がまとめておりますし、あの立教大学の前谷先生とかいろんな研究者もいっぱいおられますけど、まあ、つまり菅原内閣の時にですね、勅令によってですね、満州事変、支那事変、大東亜戦争を不可避らしめたものを反逆罪として死刑または無期懲役にするという内容の法律をドラフトするんですね。これは杉田という当時の官房長官、菅原内閣45年11月であります。杉田という官房、あの書記官長、それから司法省、岩田さんが中心となってまとめたんで、まあ、勅令によって、まあ、当時まだそういう法律ができる時代でありましたから、これもですね、まあ、同じく先ほどの松本先生の論説が、マッカーサー司令部の検閲を取らなかった、日の目めなかったと同じく、潰したのは総司令部であります。日本人が自ら裁くことに対して必要ないということで、それを認めないことを総司令部の壁の前に挫折したと私は書きましたけど、その通りであります。で、これがまあこの、つまり日本の今の日本人が自ら裁いていた、一番これに近いのは読売新聞の方、教育会かどうか知らないけど、読売新聞が約10年ぐらい前に英訳まで作りました、の各日本の満州事変、支那事変、それからその開戦についての5人の責任者を列挙しましてですね、まあ、弾劾したというか、まあ、その罪状を明らかにした、まあ、それぐらいが唯一民間で出ているのがその唯一のあれでありまして、朝日新聞も戦争と、戦争と新聞ですかというテーマで書かれておりますけど、まあ、つまりマスコミの方から一定のその自己批判はあるけども、国の制度としてですね、あの戦争の責任者を裁いてないと、これが日本の今のまた問題点の全てだと私は思います。それで、まあ、少なくとも靖国問題では明らかにその今の根っこになって、この今の靖国問題が依然として、この何とも言えないその諸外国でも通用しないと、日本国内でも、まあ、皇室が行かれないとか、まあ、そういうこの何て言うか、日本の内部での亀裂ですね、あの戦争責任をけじめをつけない形が、そういう形で出ているということをぜひお分かりいただきたいと思います。そして、まあ、最後のところで、これはぜひ私で申し上げたいんですけど、これは私はもし例えば福井で右手をこう失ってたり、まあ、どっか手でもちょっとでも怪我してる場合、保証ないんですね。これはドイツと違うところで、ドイツはどんなに、まあ、小さな損害でも戦争一般市民の保証があります。ところが日本の場合はですね、引き上げ者、それから沖縄の人、それから広島のもちろん原爆、それからそういう特別シベリアの引き上げ者、そういう個別の人への救済措置はありますけど、一般の例えば10万人死んだといわれる東京大空襲の、まあ、数多い犠牲者、あるいはその怪我をした人、まあ、保証は一切ないんです。でこれは東京大空襲の東京大訴訟が起こってまして、未だに大阪の方はまだまだ最高裁まで行って結論が出ておりませんけど、東京の大空襲のにはもう東京新聞がだいぶ頑張って論説を書かれましたけども、結局最高裁でノーです。それはどういう方かというと、この受忍論という言葉も皆さんご存じないと思うんですけどね、受忍論ってお分かりですか、受けて忍ぶという受忍論って、この黒丸の3つ目であります。これはつまり戦争は国家的な出来事であったから、国民が耐えて忍ぶのは当然であるという、まあ、ちょっとこれはどういうふうに皆さんお考えになるかですね、まあ、そういう理屈で判決がずっと続いてまして、最高裁まで確定しております、まあ、これが今の現状でありまして、東京でまだ空襲の博物館がないと、まあ、ゲルニカの小さな官庁に言われるようなものと同じ同根の問題だと私は思っております。まあ、つまりそういう具合にですね、まあ、本当に今回のオバマの訪米、広島訪問喧嘩というものは、まさしくその日本の、まあ、過去のその、まあ、なんていうかけじめのなさをですね、まあ、一つ暴露したと、こうそういうふうに私は考えておりまして、そういうふうに考えないとですね、まあ、こんなのオバマさんの意味も
ない、非常に誤解することになるんではないかと私は思っております。まあ、以上これでまあそろそろ最後ですからやめますけども、ここで3項目に絞りまして最後の3番目の点でご報告させていただきます。ですからまあ私はそのこの日本のまあいい加減さというか、まあ日本的なまあなんていうか曖昧さですね、まあ、進駐軍が一番その典型的な例だと思いますけど、そういうものが今回ある意味ではこのオバマさんの喧嘩によってまあそのまあなんていうかこの曖昧さがこう白日のもとにさらされると、そういうふうに考えてみるべきだと私は思います。それでまあその従ってどうすればいいかって問題を私は提案しまして、まあ、そこでは東アジアとの和解が急務で、これは皆さんもお分かりです。私がこのお配りした朝日とか毎日、それから毎日の2度目の中に一番踏み込んで書いてありますけど、この長い記事にしていただいて私も大変感激しておりますけど、その中でまあルール喋っておりますけど、結局その中国と韓国は納得してないわけですね、今回のオバマ訪問ね。これはぜひ皆さんご注目いただきたい。まあ、中国はもう外務省の声明で決まった直後に日本がその加害者的な側面を覆い隠してまあ十分に責任を認めて何もかかわらず被害者の顔をするのはけしからんというまあ発想であります。でまあ韓国の方は私今これ朝日新聞かな引用してくれましたけど、本当にこれはこの本の最後をそこでスタンフォードからの重いメッセージということで結んでおりますけど、GW シン・ギョーンというスタンフォード大学アジア太平洋問題研究所の所長さん、彼がまあ論文を書いて、これはまあ私のこのウォール・ストリート・ジャーナルに触発された論文だったんですけど、まあ、つまり彼ははっきり言ってそのサンフランシスコ条約まで遡ってですね、まあ日本のその戦争責任の問題が曖昧になっているという立場でありまして、サンフランシスコの条約というのはその東西冷戦の結果ですね、まあ、から韓国の立場でいうと独島ですね、竹島の問題なんかもサンフランシスコで最初はまあ韓国のものになってたのに、まあ、日本と その東西冷戦の結果ダレスの勢いで最後の段階でまあひっくり返ったということも、確かに大々のこのサンフランシスコ条約の各案をこうずっと時系列的に見てみますとね、まあ、独島なんか入ったり出たりしてるわけです、まあ、そういうことを含めまして、まあ、そのサンフランシスコ条約でその、日本に対する損害賠償権、賠償請求権を放棄していると。これがまあ結局元捕虜の日本などに対するその強制労働の保障要求が全てそのアメリカの最高裁を含めて全部拒否されるその理由であると。だからそれを直さないといかんと。日本はだからそれを今条約を改正まで言えないけども、それを再解釈の努力ぐらいはすべきだという非常にまあ過激な意見なんですけど、その彼が言いましたのが、したがってオバマさんが広島に行くことは、それはまあね、広島の20万人の犠牲者に対して我々もその決して韓国人、韓国系アメリカ人ですけど、彼らとしてもその決してそれを悼むことは何もやぶさかじゃないと。しかしそのオバマさんが花束を上げる瞬間にですね、瞬間一瞬体といえども日本人が被害者の顔をするのが許せない、加害者である日本人が被害者の顔をするのは許せない、まあ、そのセンチメントが韓国側には、これはまあ韓国系アメリカ人の人が勝つにやしておりますけど、同じようにこの間韓国日報その他韓国の論壇は今のこのオバマさんの広島訪問を冷ややかに見守っていることは皆さんご存じの通りですから、その辺はね本当にこれは大きな問題でありまして、私はこの際その根っこをね、まあ、東アジアとの和解というのはそういう意味で解きまして、安倍さんとしてはそこをまあやはり誠意を持ってですね、この未だに積み残している東アジアとの和解の問題をやはりきちんとやるべきだという立場であります。でこれはどうしたらいいか、これ具体的には私はもうすでに踏み込んでおりまして、毎日新聞にも書かれておりますので申し上げますと、まあ、やはり南京ですね、これは松本先生が当時上海支局長でありまして、
三人共同通信の大先輩たちが言っております。で、私も一人の方とは新井さんという選手協会をいただいた方から聞いておりますけど、そういう、3人の人たちの証言からもですね、あったことは技術だと、虐殺数が30万とどう考えてもそうちょっとできないけど、3万人あるいは1、2万人いろんな数があるけども、少なくとも南京内外での虐殺事件はなかったということはないと。それで一人 の、 同盟通信の記者の方はその虐殺の現場を見ててですね、気持ち悪くなって帰ってきたという報告もありまして、それは私一面の真実だと思います。で、日本政府の立場もいまだに30万はともかく虐殺ということがあったということがあるわけで、それだけでもですね、私は広島に続いて、それで例えば今回の中国の反応の中で一つだけ申し上げると、広島にオバマが来るならね、オバマに南京に来てもらおうじゃないかという意見があるそうです。これは確認しておりませんけど、当然その理屈から出てくるわけですね。オバマが広島の犠牲者に花を手向けるなら、その日本による虐殺のその南京 の、 記念館ですね、来て花束を手向けてもらいたいという、そういう発言がある。これはいまだに公になっておりませんけど、中国外務省の声明などを見れば、それは全く同じ戦場にあると見ております。ですからこれをですね、私はやはりどうなくするか、これは私の場合ちょっと特殊な育ち方をしておりまして、ここで226事件が出てくるのは非常に私としてはもう公になったので申し上げますと、私の記憶が始まりますのは、その中国の親父が山海館という万里の長城の始まるところの守備隊の復刊をしておりました時に、じいさんが東京で死にまして、私とおふくろ2人がその葬式に出てくるわけですね。2ヶ月ぐらいいて、帰りは朝鮮半島、行きは船で行きまして、帰りは汽車で帰りました。その経験から日本の植民地支配あるいはその韓国併合時代の空気をかすかにですけど分かってるわけですから、非常に甘いということを言われるかもしれませんけど、私はそういう立場から見ましてね、やはりこの今の2つの中国との間の韓国との間の問題、一つはその南京への喧嘩ということも一つの選択肢の一つではないかということを発言いたしました。私も今日また繰り返します。それから同じくこの重慶の爆撃ってあるんですね。これは非常に日本で私も経験しました。B29 の爆撃はすごいもので、東京大阪の大都市など各小さな町をこう中小都市を一つ一つ潰していったことは皆さんご存じだと思います。79の都市が原爆にまして79の都市が爆撃にさらされましたけども、南京もですね、1938年から43年まで218回、爆撃をやっておりまして、南京東洋爆撃って、で1万1889人と死者が出たと。これは日本総領事館の資料でありますから、間違いないと思いますけど、そういう、やはり南京に対する、南京じゃないや、重慶に対するね、喧嘩ということもね、一つの選択肢に私は入るんではないかと思います。韓国の方は従軍慰安婦の問題、これは長々と申しませんけど、やはりその今の、なおかつ韓国側が、私は安倍さんの立場に立つとですね、去年の70年談話、それから年末の日韓合意ですね、従軍慰安婦、これは相当右翼の人たち、保守派の人たちが驚くほど、あるいは不満を隠さないほど思い切った譲歩をされたと思います。しかしなおかつまだ収まってないのが韓国との関係でありますから、ですから従軍慰安婦の方に、その安倍さんが行くという話もあったらしいけど、それは無理でも、例えば手紙を出すとかですね、一定のやはりさらなる活動をすべきだと私は思って、それはだから日本の外交にとりましてですね、決してマイナスではなくて、安倍外相だからこそできると。これはニクソンの例を、私は安倍さんはニクソンになれということを言ってるんですけど、ニクソンが米中和解に成功しましたのは、ご存知のように右派の人であります。彼は赤狩りマッカーシーなどに同調して偉くなった人で、上院議員になりました段階では明らかに典型的な右派でありました。それが大統領として右派 の、 その南部などを含めてですね、サイレントマジョリティという右派の世論は右派の勢力をコントロールに収めた上で、ニクソンが
あの至極との和解に踏み切って世界を驚かしたと、まあ、それと同じようなことがですね、安倍さんにも、まあ、それはだいぶ条件はいっぱい違いますけど、根っこは同じようなものがあると、そういう点で私は安倍外交のチャンスとして見ていただきたい。それからあと2つ、これが非常に重要でありまして、2番目はこれすでにこの日本記者クラブもいろいろアメリカの専門家を招かれて聞かれていると思いますけど、私の一番新しい得ている情報はですね、私も大統領選挙はこれで14回目なんですね。ニクソンとケネディがテレビで討論したのは1960年を新米の大新聞記者として東京でカバーして以来、まあ、あの現場でカバーしたのは68年ですけど、まあ、その他ずっとウォッチしてまいりまして、やはり今回どうやらトランプが大統領になることが、まあ、その今ではなるとまで言えないけど必ずしも否定できない状況じゃないでしょうか。まあ、世論調査でもヒラリーさんのリードはあっという間に今なくなりつつありまして、ヒラリーさんに、まあ、一番の注目点はヒラリーさんにまだ対抗馬がいるということですね。つまり共和党はもう全部降りてしまったわけです。それで、まあ、あのトランプさんがあとは党内の融和でどう、まあ、頓断するかと、過激派のイメージを消すかという段階ですけど、ヒラリーさんはその前でまだバニー・サンダースという、まあ、非常に珍しい下院議員、社会主義者を、まあ、名乗る人が、まあ、そのまだ立候補を続けて、今日の新聞によりますとまだまだ運動を続けて、次の山は6月7日ですか、カリフォルニアの予備選挙、これでまあ万が一ヒラリーさんが負けますとですね、非常にヒラリーさんが今悲鳴に一番近い数を抱えているわけですけど、例えばバーニー・サンダースのもとに結集している白人 の青年層、まあの人たちが本当にヒラリーさんに行くかどうか分かんない。そういう意味でアメリカの、まあ、歴史の中でこれはまあ本当に、あの短くお話しすると、まあ、あのジャクソンという大統領、自分の署名以外字が読めなかったという有名なマルタ小屋から大統領までなれるということの、まあ、一つのアメリカの、まあ、誇りの一つでありますけど、そのジャクソンに以来のですね、そういうこう、まあ、異端の死が大統領になるケースというか、政治的に力を持つケースは決してゼロじゃないんです。まあ、今回それが起こる可能性がゼロではないということを皆さんに申し上げて、そうするとですね、まあ、今のここで日本のこの、まあ、既存のこれまでの、まあ、安保体制の下での、まあ、共同法制の今回の安保法制の問題も含めて、まあ、ガラガラと変わる可能性があるということを改めて考えるべきだと私は思っております。それでまあ最後に、私はこれは私の持論ですけど、もう最後これでやめますけど、あのこのことをぜひ申し上げたくて、まあ、今日はここにこのバンコクの診療、これは私のこの略歴の裏にあのプリントされてますんで、バンコクの診療の精神って私ご存知の方がどの程度おられるか、まあ、あのこの今日の観客の方にはご存知かもしれませんかと思ったんですけど、あえてちょっと古い私の1年前の論文を書いて置いておきましたけど、バンコクの診療の精神というのはですね、1458年だから15世紀の半ばに琉球の将っていうあのナオっていうですね、まあ、将太王というまあ王様がいまして、彼があのその挙げたスローガンであります。つまり琉球国は東アジアの真ん中にあってですね、朝鮮、中国、日本とも緊密な関係にある蓬莱の国だ。で、船を操って世界の架け橋となり、珍しい宝は国内に満ち満ちているという、つまり日中朝のみならず全ての国と仲良くする。で、このそういうまあ貿易立国の宣言だったわけですね。で、現にご存知でしょうか、あの朝鮮併合じゃないや、琉球で、琉球処分で、日本が琉球を完全にあの明治 の政府の手で州に収めるまでの琉球王国は、アメリカ、フランス、オランダと和親条約を結んでおります。まあ、それがまあ結局、日本との併合によってまあ消えたわけですけど、でまあペリーっていうとこは、まあ、日本がもし開国に応じなければ、沖縄をもとに東アジア政策をやろうとしてまして、あのこれは見て私見てまいりましたけど、那覇の大臣ポストの中には、アメリカ人は琉球人の永遠の友人だと、大きないまだにその碑文が残っております。まあ、こういう具合にですね、
沖縄の問題も今のこの辺野古の問題、まあ、このご存知、この直近の、まあ、また米軍の軍属がああいう犯罪を犯しましたことで、まあ、今政府も困っていると思いますけど、まあ、この問題の解決もですね、東アジアの私の夢みたいな話だとまた思いかもしれませんけど、私はやはり万国神領の精神、徳永さんという人は保守派の出身でありまして、彼はその辺野古には反対です、新しい基地の建設に反対ですが、この嘉手納基地という、まあ、このアメリカのプレゼンスそのものには決して反対ではないということであります。でアメリカ国内でも嘉手納基地というものはだけが真珠のなんとかという真珠のなんとかですね、王冠かという表現で、アマコストという駐日大使ですね、これはご存知でしょう、3代目ぐらい前のアメリカ大使であります。彼などははっきりその辺野古の新設の価値を認めないということを朝日新聞のインタビューではっきり書いておりまして、朝日新聞もっとそれを論説でもっと PR すればいいと思うんですけど、なぜかあまりその活発にそれを引用してませんけど、まあ、そのやはりアマコスト大使までがはっきり海兵隊が辺野古に基地を作る意味がわからないとまで言っている状況がですね、まあ、ご存じ、今の先ほど申し上げたようなアメリカが変わる今大統領選挙を経て、まあ、アメリカの新大統領の下で、まあ、例えばヒラリーさんがなったとしてもですね、まあ、今のようなこのムードの中で、まあ、一つこの変化が起こりうるという過程の中でですね、やはりこの万国神領の精神で沖縄をだから東アジアの和解のですね、中国韓国との和解の、まあ、枠の中で考えるべきじゃないかと、まあ、私のまたこれが私のまあたまたま10年前に捉えましたオバマ大統領の喧嘩が成功したから強気なことを言うわけじゃないんですけど、まあ、これも夢でありますけど、やっぱりそういうこうこのなんていうか日本のめぐるですね、歴史的な流れの中でこの東アジアの問題をぜひ考えることが私たちにとって必要なんではないかと、まあ、考えるわけであります。まあ、以上でちょうど時間も来たようですから、話です。どうも。はい、大変松尾さんの、生きてきた人生とお人柄がよくわかる、お話をしていただきました。さあ、それではちょっとこの会場は5時半でちょっと出なくちゃいけない、まあ、その後別の場所で松尾さんとお話しする場所がクラブの方が設けますので、そういうことを前提ちょっとじゃあ質問を受けたいと思いますけども、じゃあ柴田さん、どうぞ。個人会員の柴田哲司と申します。7年前にオバマ大統領がプラハ演説の後にですね、まあ、日本に行って広島訪問したいという疑問に対して、それを時期尚早だと止めたのは日本の外務省だというふうに報じられてますよね。で、あの時に来たのと今回、まあ、大統領の任期が終わる間際に来るんでは、その後の展開がまるっきり違ったんじゃないかと思って、7年前にこれ、まあ、止めたことは非常に残念にならなかったんですけども、その点について感想が何かあったらお聞かせ願いたいと思います。よろしく。まあ、今回なぜ来るかというと、まあ、一つはですね、明らかにやはり任期がもう8ヶ月を過ぎまして、まあ、レガシー作りと言われておりますけど、まあ、自分の後始末をやりたいという気持ちがあったと思います。まあ、その前段としてたまたまサミットが日本で行われる、これが大きかったと思いますね。日本がこれサミットが今年東京で日本でやらなければ、まあ、オバマさんが広島まで足を運んだかどうか、私はちょっと疑わしいところですけど、まあ、日本に行く以上、まあ、それでしかもご存じ今おっしゃったようにはっきり自分も行きたいってことを言ってますから、やっぱりそのことをやっぱり実現することで意味があると思う。しかし、まあ、その同時にその原爆の方もですね、原爆の核軍縮のことも、まあ、けじめをつけようという気持ちがあったと思います。しかしそれが一番新しい報道を見ますとだんだんトーンダウンしまして、最初は大演説をやると、その核問題でね、それで、まあケリーっていう元の国防長官などははっきり、どっかの新聞のインタビューでもうそのオバマさんが新しい軍縮像を打ち出すべきだってことを証明してますけど、どうやら話はそういうようにならなくなってきて、
まあ、オバマさんが言いたいことがほとんどないんじゃないかと思います。つまりプラハの合意の後ですね、ロシアとの関係が良くなくて今もう頓挫しているわけですね、核軍縮交渉は。ですから非常にその今やこのわずかなんか今日一番新しい、私も行く以上プレスパスが出るかどうか、プレスパスを出すのがどこかっていうのは非常に官邸か外務省かっていうことで今まだ分かってないんですけど、まあ、そういうことで明らかなように非常に核の問題はトーンダウンしていると思います。しかしまあ彼としてはこの際、まあこのまあ、和解として日本の同盟のためにもですね、それからまあなんか一部の報道官の発言によると、その最初はその核だけじゃなくて日本の戦争犠牲者すべての追悼のため、それからその後さらに広がって全世界の在日世界大戦すべての犠牲者の慰霊というようなことも言ってますんで、まあ、非常にその今おっしゃったような焦点が明らかになってない。でそこで外務省は明らかにこれはまた天網開会損してもらさずというか、例の左今候補がですね悩んでいる自分のメールの自分のメールアドレスで公文書を作ったという問題のリークの中で、まあ、薮中さんという当時の外務次官が水をかけたと、今その大統領に広島に行かせるとその核反対勢力を増長させるというのは非常に、まあ、それはまあノーコメントですけど、やはりそれは本当だと思います。ですがそういう具合に、まあ、その日本の外務省がここに来て変わったのはなぜかということは私もよく分かりませんけど、やはりまあそれはまあそのなんていうか、やはり僕は具体的に言うと岸田さんのまあまあ、政権内部の路線まで、これは政治部記者じゃないので私は分かりませんけど、まあ、安倍さんと違う何とかかい、岸田外務大臣、宏池会の、まあ、流れの人でありまして、で広島は選挙区である、で彼のおかげで7カ国外相会議がああいう形で成功して、まあ、ケリー長官をまあ、うまくその、まあ、納得させて原爆資料館まで予定外の行動を取ったと、そこでまあ彼の力があってここに来ているので、もし違う外務大臣であればね、まあ、これがどこまでオバマさんに、まあ、来てくれということは安倍さんの方から言っていることはないと思います。ただまあそれぐらいこのまあやはりオバマさん の最後はですから、オバマの僕は、まあ、最後はインテリの、まあ、一つの、まあ、なんていうかこだわりですかね、自分がやっぱり行ってみたいと、彼はやっぱり大統領として、まあ、オバマ時代というのはまたきちんと総括しなきゃいけないんですけど、8年間の彼 の、まあ、大統領のやり方は、まあ、その米軍も極力軍事介入はしないということでやりながら、しかし、まあ、同時に戦争はやらなくはないということで、ノーベル受賞の平和賞を受賞したことでもはっきりそのアフガニスタンの戦争なんてのはまた強化することを言っておりまして、ですから彼にとってはノーベル平和賞はある意味では負担だったと思うんですね。で彼がそれで選挙戦の再選にわたって非常に苦労しましたのもノーベル平和賞なんかもらったということでありましたので、オバマさんの個人的な心境としてはやっぱり、まあ、最後はそのかっこよく広島和解で喧嘩で締めたいということがあったと思いますけど、まあ、その日本の外務省がそこでどう変わったかというと私は分かりませんけど、やっぱり岸田さんの存在は大きかったと私はそういうふうに見ております。はい、じゃあ奥の女性の方お願いします。はい、中国上海東方衛星テレビの、東京駐在記者宋寛寛と申します。よろしくお願いします。オバマ大統領が広島に喧嘩の日という本を出版されて以来もう5年間経ちましたが、いよいよ今月の27日に現実になされて、先生ご自身にとってはどういう気持ちでしょうか。そして今回の喧嘩なんですけど、多分、謝罪という言葉がないと思いますが、謝罪言葉なければどう思われますか。そういう謝罪の言葉は必要あるかどうか、いろいろお願いします。ちょっと謝罪は必要かって日本が、違う、オバマ、オバマの、ちょっと私ちょっと耳が遠くなってて聞こえないんですけど、よく分かんなかった。今彼から聞きまして分かりました。謝罪の言葉がなくてもいいかってことですか。ちょっとはっきりしなかったんです。一つは
先生の本出版されて以来もう5年間経ちました。で今現在今月の27日にようやく実現になることになりまして、でそれについて先生ご自身はどういう気持ちでしょうか。今の感想、今の感想、感想、はい、実現することの感想、謝罪のことで、よく分かりました。ちょっと答えさせていただきますけど、謝罪がないことは私はね、もうその謝罪っていう問題はこれは僕は私の立場ですとちょっと次元が違うんですね。やっぱお線香をあげるってことはどんなに立場が違っても、どんなに不愉快なその仲間であっても、死んだ時にはお線香をあげるというのはまあ人間のまあそのあれだって、それでどんなに敵であっても心死者は痛むということをやってないということを言ってるんで、まあ岡山さんもその段階であって、したがって私は謝罪を求めないし、謝罪をしないということはですね、私はまあその受け入れる立場です。まあこれはまあ広島の原爆の被害者の方々の中ではそれはまあまあ受け入れられないかもしれませんけど、私はそのまあ、その戦争っていうものの全体の、まあ、例えば日本の右派の中には真珠湾っていうのは完全にアメリカの陰謀に引っかかったんであるから真珠湾に行くことがおかしいっていう人が今いるんです。私はそれは逆で、まあ、その真珠湾に引っかかったのも日本が悪かったんで、やっぱ悪かった、引っかかったための責任のためにも行くべきだというふうに私は思いますけど、そういう具合に全てこう何て言いますかね、物事が分かれるんですね。ですから私はあえて謝罪という問題をこの表面に出ることはないということです。ですから中国に今度私が安倍さんに南京の虐殺に行けということもですね、まあ、謝罪ということは、まあ、それはいろんなレベルでありますけど、まあ、それとは別に中国の人が犠牲者になったというその死者を悼むという行為をやった、その上でまたその、まあ、上でっていうかそれとは別の事件でですね、その辺を考えるべきだという立場であります。ですからまあ今回の障害として僕が謝罪しないから私はその非常に来ないでもいいという形にはならないと思います。やっぱりまあ、お線香をあげるという非常に日本的な表現ですけど、まあ、その死者を弔うということによってですね、それでまあもう一つ申し上げますと、この謝罪の問題のあればですね、いくら謝罪しても残るんですよ。中国の人も日本の残虐行為は許さないと思います。原爆の被害者も許さないと思うんですね。だ永遠に残るんです。しかし残るけども、しかしそこでけじめをつけて共に生きようっていうのがドイツ型の、まあ、ドレスデンの私が感銘を受けたそのお互いの死をもってその相殺しないと、お互いにドイツが悪いことをしたからそのドイツ人を殺すのは当然だったっていうような理屈は拒否しますということをはっきり言ったんですね。その辺に私今救いがあると思ってますんで、私の立場はそういう立場です。お分かりになるかどうか、ちょっと僕の耳が遠くなってるんで正確に分かんなかったかもしれないけど、そういう立場です。はい、もう一人、じゃあ何とぞお願いします。はい、内藤と言いますが、今日の講師の方よりも学年は1年上であります。戦争が始まって、終わった時は中学の1年生でありまして、それでアメリカの爆弾がですね落ちて一瞬破裂する瞬間を私は見ております。でそれからもう一つは爆弾の形をしたものが100メートルぐらい前方の空から落ちてきたという意味で、もうこれ絶対に私は死ぬと思ったら宣伝ビラなんですね。漫画が書いてあって、もう平和な生活をしましょうとというようなことが書いてあるわけですよ。でそれを持っていたら今大変なその歴史の一コマを持っているという、それは持っていたら憲兵に捕まるということで、それは押収されましたけども、それで、申し上げたいことはですね、日本はですねその今度 その大戦についてもね、日本人がきちっと
総括をしてないですね。本当になぜ戦争になったのか、アメリカと誰が大元の責任であるのかということを総括してないんですよ。ということは今の総理の安倍総理ね、そのおじいさんの岸信介は戦争中に大臣やってましたね。で東条とつるんで暴虐をしましたね。それで富士山麓に2万坪の屋敷を買いましてね、そういういろんなことがあるんですが、それはね学校では教えてくれないんですよ。で私はいろんな人の話を聞いて、私の血はつながってないけど親族で永久戦犯で公主権になったのがおりますけれども、その戦争がねこういう形で収束して本当の日本人の懺悔というか反省がね急所をついてないんですよ。いい加減にねごまかしている部分があると思うんです。ご所見をお伺いしたいと思います。それは、まあ、私はけじめのなさということをいろいろ申し上げたんで同意見ですとも失礼いたしました。私よりか年長者がいないなんて言ったら失礼いたしました。いやもう大先輩でありますからさあ敬意を持って受けたまります。はい、それではよろしいですか。もう5時半で時間なので、まだ松尾さんとあのお話したり挨拶したい方いらっしゃるかと思いますけど、あれですか、隣のこちらですね、こちらの部屋が用意されているということですので、この向こう側の部屋ですね。でこの会場は5時半から別のイベントが予定されているということですので、それでは松尾さん本当に長時間どうもありがとうございました。どうも、最後にこれ御礼ですけれども、秘書クラブのボールペアをですね、お送りしたいと思います。じゃあ本当にご苦労様でした。ありがとうございます。どうも。